んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは盗みを謝罪するです。子供の頃にお金を盗んだことはありませんか？こういう人は後でどんなことが生じるでしょうか？実はこの人たちはお金に関するトラブルに見舞われます。例えば実際にお金を盗まれる、お金を貯めたと思っても詐欺まがいのことで出ていく、人に貸したお金が返ってこない、自分の子供が盗みをするなどです。もちろん豊かになれませんね。自分の子供が万引きをしたら、さすがに自分も子供の頃に万引きをしたことを思い出すでしょう。でも普段お母さんの財布からお金を盗んでいたことは思い出さないかもしれません。あるいは親を騙してお金を使わせたり、学校へ渡すお金を使い込んだりというのはほとんど忘れているかもしれません。でもあなたが忘れていたとしても、自分がしたことは必ず後で誰かにされることになります。それは何十年経っても同じです。ですから自分はどうもお金の運が悪いという方は、一度この謝罪をやってみてくださいね。2つの例を作ってみました。1つはお母さんの財布からお金を盗んだ人用です。もう1つは万引きをしていた人用です。もし自分が悪いことをしていたともう理解していたら、誘導瞑想の最初のパートはいりません。謝るパートから聞いてください。自分の状況がこの2つのどれでもない方は、ぜひ自分のオリジナルの誘導瞑想文を作って自分で聞いてくださいね。過去にしたことはそのまま放っておくと、どんどん利息がつくように大きくなって返ってきますから、できるだけ早く直した方がいいですよ。フラクタル心理カウンセラーたちが誘導瞑想文の作り方のサポートをしていますので、それもご利用くださいね。ではいつものように目を閉じて、自分を6歳の子供だと思ってください。そこへ大人の自分がやってきて、あなたに話しかけます。あなたは子供の頃お母さんの財布からお金を盗んだよね。それをもう忘れてしまっていたよね。大人の自分はそれで今とても困っているよ。あなたが親のお金を盗んでそのままごまかし続けたから、現在の自分はとても大きな利息を払わされているよ。いつもお金が足りなくて、せっかくお金を手にしても詐欺に引っかかることもある。人から返してもらえないこともある。困ったね。だからお母さんに謝りなさい。心の底からお詫びしてお金をお返ししなさい。そうしなければお金のトラブルは消えないんだよ。もしちゃんと謝ってお金を返すと決めたら、あなたはもう二度とお金で騙されたり不当に取られたりすることはなくなるよ。その方がいいよね。だから謝りなさい。お金を盗んでごめんなさい。それをごまかしてごめんなさい。だから大人になってお金を盗まれたり、お金が戻ってこないことが生じました。申し訳ございませんでした。もう絶対にしません。盗んだお金をお返しいたします。申し訳ございませんでした。本当にごめんなさい。もう二度としません。どうぞ許してください。心の底からお詫びいたします。
あなたは子供の頃万引きしたよね。大人の自分はそれで困っているよ。自分の子供が万引きして補導されてしまったんだよ。本当に情けないね。あなたは自分が盗みながら十分なお小遣いをくれない親が悪いと思っていたよね。だから自分の子供も反省せずに親が悪いと思い込んでいるんだよ。とんでもないね。盗みは絶対ダメだよ。それは人の道じゃない。だから大人になってお金を盗まれたり詐欺にあったりして豊かになれなくなるんだよ。お店の人に謝りなさい。親にも謝りなさい。そして二度と万引きをしないと誓いなさい。申し訳ございませんでした。商品を万引きしてしまいました。お店の人がどんなに困るかを考えもせず、欲望に任せて盗んでしまいました。本当に申し訳ございませんでした。代金をお支払いいたします。本当に申し訳ございませんでした。二度としません。迷惑をかけて申し訳ございませんでした。本当にごめんなさい。欲望に任せて盗んでしまい、ごめんなさい。それなのに、親が悪いからだとか、自分を分かってくれないからだとか、いちゃもんをつけて自分の悪い性格をごまかしていました。みんなただの言い訳でした。申し訳ございませんでした。もう二度としません。ちゃんと欲望を抑えることを学びます。心から謝ります。本当にごめんなさい。申し訳ありませんでした。